東京マーケットワイド、この時間はゲストと電話をつないでお話を伺います。マネックス証券専門役員、大槻奈々さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。今日も大槻さんから資料をいただいておりますが、非常にタイムリーな内容になっておりまして、楽しみでございますが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずはロシアのウクライナ侵攻の、金融システムへの影響ということでグラフを作らせていただいたんですけれども、はい、こちら2つグラフを、ご覧いただいていると思いますが、まず各国別で、こう国別でロシアにどれくらい余震があるかというと、やはりこれまでにもうすでにこの数年でですね、はい、ロシアとの取引および、まあ、関係自体が厳しくなっているということで、エクスポーシャー自体は相当減らしてきていたというのがありまして、はい、結果としては日本から見てみると大体1兆円ぐらいということで、だいぶ小さくなっています。これが数年前だったらばちょっと事情が違ったかなという感じなんですけれども、ね、はい、一方でやっぱり桁が違うというか、はい、影響が大きいのはやっぱヨーロッパの銀行でして、ヨーロッパの銀行ですと、はい、こちらの右側にございますように、空節の余震でも相当ありますし、はい、あとここに反映しきれていないものとしては今少し話題にもなっている、はい、ロシアの銀行のヨーロッパの拠点ですとか、そういったところについては大きな混乱が起こっているという状態でして、はい、でやっぱりですね、意外とこのお金を止めてしまうというのは、結構深刻でして、次のページご覧いただきますと、はい、これと左の方は債券の満期を示しています。赤い方が政府債で、はい、まあ、ロシアのソブリン債ですが、それと社債がブルーになっていまして、はい、最初は国債の話ばかりがニュースに出てきていて、自体は大きくないという話だったんですが、はい、大きいのはやっぱり社債なんですよね。民間に一応カウントされている社債が、これルーブルだけを除いていますので、はい、外国主にドル建てですけれども、どれくらい出ているのかって見ますと、はい、今年満期が来る分だけでも2兆円を超えますので、ここら辺についてはたとえそれら その発行体の会社がお金を持っていても、はい、うまく支払えないということになってくるわけですよね。で、右側がその直近でどうかっていうところで、今年年内に満期を迎えるであろうロシア、その会社のがどこかで、発行している、海外のどこかで発行している債券の満期をこう追ってみたんですけれども、早いものですと今週末というか来週週明けぐらいにはですね、払いが生じるようなものもあるということになりまして、いろいろこう実務的に何かやりようはないかと思って、検討もこうしてみたんですけれども、はい、やはりこれ相当難しくてですね、すると今の拠点 を閉じるですとか、はい、ビジネスを縮小するなどといったニュース出てきてますけれども、そもそもおそらく送金ができないということで、お金がそこにロックされてしまう状態であろうと思われます。で一方で、はい、ロシアの企業からすると、はい、もちろん国内のお金は止まっていませんので、ルーブル建てに切り替えて、はい、それなりにその資金繰りができるところもありますが、はい、そうでないところが出てきた場合、つまり国内だけでは、お金が足りないような状況になった場合には、国全体としてもですね、支えきれないと、民間全体の資金繰りを支えなければいけないというのは、まあ、相当な重しになるんだろうなと思われます。となりますと、ロシアの中央銀行、結構これ大変なことになってきそうですね。そうなんですよね。ですので昨日金利を 20% に引き上げるというニュースがありましたけれども、ただそもそも、引き上げたその金利の利払い金を、このスイフトの制裁、スイフトに加盟しているような、国の金融機関だと受け取れないと思うんですよね。そうですね。ですので、
そもそもあの 20% であろうが、はい、これに引かれて投資をするところというのがなかなかないだろうと思われます。あのスワップのニュースなんかも出てますが、カウンターパーティーにもなれるところはおそらく西側諸国ではないんだろうなということですよね。そうですね、はい。一方 で、はい、一般経済への影響ということが次に気になる点 で、ね、次のページなんですけれども、はい、こういった形であのお金の流れの混乱というのはあるんですけれども、はい、それはやっぱり金融システムに限られた現象でありまして、一般企業にとってはむしろ気になるのはこちらの原油価格ですよね。そうですね、はい。であの日本 の、あの企業物価指数なんですけれども、はい、これあの外に対して開かれていますので、こちらでご覧いただいているのが原油価格との相関で、これやっぱり高いんですよね。そうですね、はい。で今はあの 8% 台ということで国内企業物価指数も、はい、あの高いは高いんですけれども極端にはなっていないんですが、あのこの相関係数を使ってで、はい、仮に、原油価格が110ドルくらいまで上昇した場合、はい、どれくらいまで企業物価指数が上がるかというのを試算してみますと、8.6 という今の状況から 10% 台まで乗っけてしまうかもしれない。そんなに上がっちゃうんですね、はい。そうなんですよね、そうしますと右側でご覧いただいているこの消費者物価指数と国内企業物価指数とのこのギャップ部分、はい、矢印ですあの、示した部分っていうのが、はい、あのまあ、過去も1980年代ぐらいにはないこともなかったんですけれども、あ、そうですね、はい、そうですね、それ以来の、ギャップになりますので、はい、相当厳しいということになってきます。確かに、そうは言ってもやっぱり、はい、あの企業の経営者の方々に聞いても、値上げするっていうのはやっぱり怖いっていうことで、なかなか転嫁できないっていうのが現実かもしれないので、はい、次のページでちょっと試算をしてみたんですけれども、あ、そうですか、はい、ありがとうございます。これ何をやったかというと、はい、売上高はそれなりに、あの上昇するとしてですね、はい、あのコロナからの、回復ということで、一方で例えば原価の方が、はい、あのまあ、先ほど申し上げましたように企業物価指数が 10% 台になったとして、はい、それによって一部が、原価の上昇に なって跳ねてきた場合ということで試算をしまして、はい、で販管費も、まあ、あの GDP の上昇程度に、上昇したと仮定するとですね、はい、こちらのグラフでいうとこのベースシナリオという赤い線でご覧いただくと、あの一部の業種については、はい、あの相当赤字が、これは売上高に対する営業利益で見ていまして、あの赤い線でご覧いただくと、はい、漁業等は営業利益率がマイナスの 8.3% ということになってしまいまして、メインシナリオでも、赤字の業種がですね、全業種の大体3分の1ぐらいになっています。いうことになりますので、はい、この原油価格の上昇というのが相当やっぱり効いてきてしまうということだと思います。これはでもあの来期の業績を考える上でも結構重要ですね、こ の、あのシミュレーションは。そうですね、ですのでこれはあの、かなり単純化してやっていますけれども、はい、企業によって輸入あの原材料の輸入の比率が高いところほど、はい、この影響は大きく受けるということだと思いますので、ご指摘いただいた通り業種別にここら辺というのは、はい、非常に、注意深く見ていく必要があるんだろうなと思います。あの右下のところにですね表がございますけども、はい、こちらの、まあ、今のメインあるいは悲観楽観ってありますけども、この辺どういう、 こうあの分け方といいましょうか。あ、そうですね、はいはい、あのまあ、あの楽観シナリオでいきますと、はい、これは何を想定しているかというと、今申し上げた原油の等の原材料の値上がり分を相当程度こう転嫁できる場合ですね、最終消費者に対して転嫁できる場合であれば、はい、あのほとんど、赤字に転換するところというのはないんですけれども、逆に悲観シナリオで、はい、売上原価が、まあ、輸入価格が、10% あの上昇する中で、はい、それをほとんど転嫁できない場合ということを想定すると、半分以上の業種が赤字というシナリオになっています。
ってしまいます。やっぱそういうふうになってしまうんですね、そうですね、ですので最後のページですが、はい、今日も含めまして、ウクライナ情勢全体に対しては少し落ち着きを取り戻しているというのが株式市場の現状だと思うんですけれども、そうですね、はい、ただ一方でこう長引いてくると原油価格の上昇というのが日本だけでなくアメリカ等も含めて実体経済にマイナスですし、逆にですね、これ早期に決着する場合というのもそれなりにリスク要因が残っていて、アメリカとしてはこれ今後考えることっていうのは、引き締めが正常化という名の引き締めがこれが早期化するであろうと、今回のようなショックを考えると、金融政策 の、 自由度をなるべく早く取り戻しておきたいと当局者としては考えると思うので、そうすると金融市場に対してのマイナスというのが次に来るシナリオだと思う。これはそう考えますと結構今のこの状況からしますとですね、少しこう悩ましい状態に、なるかもしれないというところでしょうか。そうですね、ですので戻り分というのは期待できると思いますし、来年度再来年度以降 の、それなりに業績の回復成長というのはあるんですけれども、元のところを考えていくと、どちらのシナリオを取ってもですね、少しやっぱり上値については抑えられる可能性があり、特にやっぱり原材料費が、原油とリンクしているようなところについては要注意ってところじゃないかなと思います。となりますとこれやはり今の話を見ますとやっぱり業種選んで来期投資を考えませんと、結構業種によってはやっぱりダメージの大きなところが出てくるというその辺ですね。はい、言ってる通りだと思います。はい、わかりました。ちょっとですねこのあたり、我々なかなかね個人の方はこういったデータを取るのは難しいと思うんですけども、なんかどっか見といて参考になるようなホームページとかあったりしますですかね。そうですね、まずは、先ほどおっしゃっていただいたように業種別に、輸入の比率ですとかを、開示していますので、業種別あるいはその会社のホームページの IR の資料の方を注意深くご覧いただければと思います。大変参考になりました。小月さん今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。マネック証券専門役員大月奈々さんにお話を伺いました。